皆さん、こんにちは、レイクです。えーと、今日は、えー、21日に向けて、えー、販売するつもりなんですが、えっ、ー、と、ちょっとね、ファスナーチャームが、ちょっと在庫が少ないと思ったので、ファスナーチャームを作ってみました。それと、えー、ファスナーチャームが、えー、7個と、ネクレスが1個作っていましたので、一つずつお見せしたいと思います。 はい、まず、えー、とこちらですゴールドの猫ちゃんに、えー、と水色の、あのー、色がついているんですけど中に実はクラスチュルが入っているので、えー、とちょっと濃く見えますね。それに、えー、とガラスパールの、えー、水色と黄色の、えー、ガラスパールの間にゴールドのロンデンが入っています。はい で,すで、こちらはちょっと色違い、シルバーの猫ちゃんです。で、こちらはね、クラスセルが入ってないので、ちょっと薄めになってますね。こちらと比べて違いますよね。はい。で、同じく、イエローと、えー、ブルーの水色の、えー、ガースパールに、えー、シルバーのロンデムが入っています。はい。 で、次は、えー、同じものを2点作ったんですけども、こちら。はい。えっ、ー、と、雲とね、星の形のカラー枠なんですね。すごくこう、小っちゃいので、あの、え、液を入れる、あの、野人を入れるのがちょっと大変でした。これね、下手すると、このくっついちゃうんですよね。 そこがね、ちょっと大変だったんですけど、まあ、なんとか、あの、横漏れせずに作れました。はい。で、これビーズを使っています。えー、こちらも同じです。はい、同じものです。それと、えーと、こちらです。これなんですけど、えっ、ー、とね、格営工房さんのグリーンオンさん。 さんから、えっ、ー、と、お待ちでいただいたものが、あのー、ガラスケースに入ってたんですけど、その中に、このね、えっ、ー、とね、ちょっとアップしますね。はい、こんな感じで。えっ、ー、とね、丸い枠とかね、白い丸い枠とか、あと星とか、あと蝶々とか、あと,と,あとこのキラキラ。 すごい色がね、あの色が入って、混ざってたんですね。で、これがね、すごく綺麗で、一回ちょっと作ってみたいなと思って、えー、ファスナーチャームとして作ってみました。結構ね、オールが、でね、光るんですよね。だからね、結構ね、どっから光が当たっても結構、 キラキラして光ってて <coughs>。いいかなと思います。で、えー、っと次こちらです。こちらは私が以前友人からいただいたもので、あのブルーの石なんですけど、こういう色好きなんですよね。あのまあ以前も話したと思うんですけど、あのラピスラズリの色が好きで。あの？ま1、あ、個の石もいただきました。 それに、まあ、ブルー系の、えっ、ー、と、パールと、えー、シルバーのロンデムが入っています。はい、こんな感じです。で、もう一点、えー、ファスナーチャームなんですとこちらです。えっ、ー、と、こちらは、クラスセルを、水色と黄色とピンクを混ぜて、こう、なんかね、バランスよく入れたつもりなんですけど、あのー、クラスセルがどんどん動いちゃって、 ちょっとこの辺混ざってしまいましたね。まあ、でもちょっとね、変わってるかなと思います。で、水色のパールが2つに、間にシルバーのロンデムが入っています。そして最後、えーと、こちらです。あ、ちょっとかカメラ変えますね。はい、えーと、こちらが、えーと、以前は、こちらのブルー系の、コン、コン、 かなネックレスを作ったんですけど、今回はグリーン系のネックレスで、えー、中に、えー、ホログラムが入ってるので、えー、いろんな角度でキラキラ使ってて、まあ大人っぽいかなと思います。で、今回のね、あのー、21日は、あのー、もちろん、あの、障害、他のね、あの、障害者の団体の方からも出るんですけど、多分、まあ、 お客さんは、まあ、ご高齢者の方が多分多いかなと思っているので、こういうのが結構いい、ご高齢の方にはいいかなと思っています。はい。今日は、今日の動画は以上になります。えー、良かったよって思ってくれたグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画まで。またねー。